東京限定雑学ブラタモリの後追い。今回は2023年4月1日初回放送の汐留、汐留は東京のフロンティアを後追いしていきます。ということで、番組内では時代を前後しながら歴史について紹介していましたけれども、この動画では時代に沿ってお話ししていきながら、汐留がフロンティアであった部分をご紹介していきます。さて、今回の舞台汐留ですが、江戸幕府が成立した1603年頃にはなんとここは存在さえしませんでした。どういうことかというと、ここは江戸時代初期には海だったんです。まあ、海といってもいわゆる浅瀬で湿地が広がっておりまして、まあ、現代でいうところの潮干狩りができそうな場所だったわけなんです。そんな汐留は江戸城から歩いて30分以上はかかる場所のため、江戸の中でも比較的外れの地域で、水辺に生える葦などが群生しまして、自然豊かな場所だったと言われています。つまり辺境、番組タイトルにもあったようにフロンティアと言っていいわけです。そのため徳川将軍たちはそんな自然豊かな土地で鷹狩りを行っていたという記録が残っています。でちなみに鷹狩りとはですね、鳥の鷹を狩るというわけではなくて、鷹を使って小動物を狩るというもの。これは基本的に食べ物を得るための狩りではなくて、高価で飼育にもお金がかかる鷹を使ったスポーツです。で昔からこの鷹狩りは上流階級の遊びとして世界中で普及していました。そのため徳川将軍も日本の支配階級のたしなみとして鷹狩りを行っていたというわけなんです。で鷹狩りに関して言うと、現在でも中東の方ではお金持ちのスポーツとして非常に根強い人気を持っていたりします。でちなみに鷹狩りとは言いますが、別に使う鳥は鷹でなくてもよくて、ハヤブサであったりワシなどの猛禽類であれば OK のようです。でちなみに中東で人気が高いのはハヤブサのようですね。そしてそんな中東における鷹狩り愛というのは相当なもので、通常ですね、日本で鳥が病気になった際には動物病院に行くと思います。しかし中東で鳥、特にワシや鷹などですねが病気になった際は猛禽類専用のクリニックに連れて行くそうです。でまたですね、飛行機に乗せる際、通常であれば鳥などはカゴに入れて、そして荷物として預けるんですけれども、それが心配な飼い主のためにそのまま座席に座らせるというサービスも行っている航空会社が中東にはあるようです。なのでどれだけ鷹を愛しているかというのがわかりますよね。またですね、こういった猛禽類の取引もですね、近年どんどん過熱しておりまして、最近ではですね、1羽ハヤブサなどの取引に数千万円が交わされるようなことが頻繁に起こっているようです。なおですね、これは東京に関する雑学なんですけれども、東京の真ん中の方に三鷹という太宰治が晩年住んでいたことで有名な町があるんですけれども、実はあの三鷹の名前はもともと江戸時代に徳川家専用の鷹狩りの場が3つあったことからその名前がついているようです。これは覚えておくと面白いかもしれません。さて、そんな鷹狩りの場所として知られていた海、汐留に変化が訪れるのは1641年。この年にですね、伊達政宗で知られる仙台藩伊達家がこの場所に下屋敷用として土地2万5000坪を賜ります。で土地を賜るということはですね、まあ武家にとって非常に名誉なことなんですけれども、しかし土地といってもですね、ここに関して言えば湿地広がる海ですから、まあ下屋敷として機能させるには海を埋め立てて地盤改良する必要があります。そのため正直伊達家としては、まあ土地をもらったことは嬉しいけれども、しかしなあといったちょっと複雑な心境であったことが、まあ考えられます。ちなみに江戸幕府がなぜこのような海を土地として与えていたかというとですね、ここには2つの狙いがありました。1つは江戸の土地を広げるという目的。もともと江戸はですね、土地があまり広くないため、海に向かって開発を進めることによって江戸の土地を広げようと考えていました。そしてもう1つの狙いが伊達家の弱体化。
仙台藩の伊達家といえば62万石を誇る東北の大大名として知られていますが、彼らの家の格は戸様、つまりですね、徳川家に対しては関ヶ原の戦いの後に忠義を誓った、まあ、忠誠心の薄い家でもあります。なので徳川家としてはあまり力を持たせておくと裏切られる可能性もあるということで、伊達家に対していろいろ理由をつけてお金を使わせ弱体化させる必要がありました。そのためあえて開発にお金のかかる土地を与えることによって、まあ、彼らをですね弱めていこうと考えていたわけです。でちなみにですね、この土地を賜っても使わなければいいじゃんと思う方もいらっしゃると思います。しかしもしですね、賜った土地を無限にした場合、将軍からの贈り物を放置するとは幕府を愚弄するのと同じことという理由をつけられて処分を受ける可能性があったので、なので土地を賜った場合は必ず開発をしなくてはいけないという、まあどっちにも引けない状況に置かれるのが戸様大名の宿命だったわけです。でちなみに伊達家がこのような嫌な土地を賜ったのはこれが最初ではありません。江戸幕府の成立当初に現在の日比谷公園あたりに上屋敷用の土地を賜ったという歴史が伊達家にはあります。まあ立地的にはですね、江戸城の真ん前なので一見すると非常にありがたい土地です。なぜなら基本的に江戸城の目の前は審判や譜代といった江戸幕府に非常に忠義の厚い格の高い大名が土地を与えられるため、戸様の伊達家が江戸城前に土地を賜るというのはありがたき幸せなわけなんです。しかし現在の日比谷公園、何を隠そう、ここもまた江戸初期には海でした。かつては日比谷入江という入江が江戸城の前まで迫ってきておりまして、ここは水で満たされていたわけなんです。そんな土地を伊達家に与えることによって、またまた埋め立て工事をさせて江戸の土地を広げると同時に、まあ、弱体化に追い込んでいたわけなんです。でちなみにこの伊達家の隣には現在の山口県は長州藩の毛利家の上屋敷もありました。で毛利家も中国地方の大大名ですが、やはり格は戸様、一見いい土地を与えるように見せかけてお金を使わせ疲弊させていたわけなんです。なお土地を埋め立てるのにも苦労があったわけなんですけれども、その後も苦労がありました。それは以前のブラタモリの後追いでもご紹介しましたが、埋め立ては海に直接土を投入する方式をとっています。しかしその場合海水が土と混ざり、水分はその場にとどまります。そうなると常にジメジメとした湿気を放つことになります。湿気は適度にあればいいんですけれども、過剰すぎると木造家屋であったり着物などを傷めます。そして人間にとっても過剰な湿気は不快で清潔感を欠き、場合によっては伝染病の原因にもなります。そんな場所で毛利家に関しては非常に不快な日々を送っていたという記録が残っておりまして、あまりにも湿気がひどかった結果、現在の東京ミッドタウンのあたりに下屋敷を造成した記録があります。で下屋敷というのは本来別荘として、まあ、頻繁に行き来するような場所ではないわけなんですけれども、毛利家に関してはその下屋敷を拠点のように扱うことによって上屋敷から逃げるように生活をしていたと言われています。そんな湿気の苦労が多い場所ですから、伊達家もあまりいい生活は送っていなかったことが想像に難くないのかなと思います。ただそんな中、湿気に長いことさらされていたからか3代目の藩主からサビが出てきます。時は1660年、仙台藩3代目藩主伊達綱宗は父親の創生に伴い10代の若さで藩主の座についていました。ところが彼は自分の地位に自覚が足りなかったのか、藩の祭りごとに興味を示さず花のお江戸で遊びほうける日々を送っていました。でそんな状況に幕府が怒らないわけもなく、綱宗は強制的に藩主の座から降ろされ隠居させられることとなりました。彼はその後現在の京急鮫洲駅前にあった伊達家の屋敷に幽閉、
一生外に出ることを許されず、72歳まで長い長い隠居生活を送ることとなりました。そんな踏んだり蹴ったりな状況の伊達家ですが、さらに1661年、この騒動によるものかは不明ですが、上屋敷の場所を移動する屋敷替えの命令が下されます。これにより日比谷の土地と引き換えに麻布と愛宕下、現在の新橋に新たなる土地を賜ることになります。しかし麻布は日比谷と比べるとあまりにも江戸城から遠く、愛宕下は結局日比谷入り江の埋め立て地なので湿気が多いまま、しかも江戸城から遠くなるという始末、さらに悪い状況に置かれるわけですが、まあ戸様の扱いというのはこんなものです。そしてこれにより上屋敷は比較的江戸城から近い愛宕下へと変更になります。さてそんな状況の仙台藩ですが、若い藩主が突然隠居ということで、綱宗の息子である当時たった2歳の綱村が4代目藩主につきます。ただこれでは政治が行えないので、2代目藩主の忠宗の弟宗勝が後見人となります。ところが宗勝は実質的な権力を握った瞬間やりたい放題、自分の意に反するものを弾圧します。しかしそんな行動が幕府の怒りを買わないわけもなく、1671年に宗勝は失脚、土佐に流されることとなりました。でこのように錆びたような不祥事が続く伊達家、一時は取り潰しも考えられましたが、綱村も宗勝失脚の頃には10代、徐々に自ら藩政を取り仕切るようになり、なんとか体制を立て直し危機を脱します。そして1676年には汐留の下屋敷を上屋敷へと変更します。なお変更した理由は調べてもわからないんですが、愛宕下にある上屋敷は江戸城までの距離が汐留の下屋敷ともあまり変わらないにもかかわらず、屋敷の大きさは1万坪と下屋敷に対してかなり小さいため、まあ、使い勝手を考慮したものと考えられます。ただそんな綱村も年を重ねるごとに自分の意思に反するものを排除しだします。これによりまたまた藩内がバタバタとしだします。そしてこれが幕府の耳に入り、再びお取り潰しが視野に入ってきます。しかしさすがに綱村もお取り潰しはまずいということで自ら隠居、これによって父親の代から続いてきた騒動に終止符が打たれることとなります。ただですね、歴史的にはこれらの事件は伊達騒動という名前で、日本三大お家騒動の一つに数えられる汚点として現在でも刻まれ続けています。さて上屋敷となった汐留の屋敷、ブラタモリの番組内では2万5000坪という土地が非常に広大だということで、タモリさんたちもその広さに驚いていました。で2万5000坪というと現代の私たちからしたら本当に広くて、さすが伊達家、戸様で江戸城から外れてるとはいえ、ゆったりとした上屋敷で優雅に暮らしてたんだろうなと感想を抱かずにはいられませんが、実はそうでもありません。確かに2万5000坪は非常に広い土地ではあります。ただ上屋敷は藩主が住んでいるのと同時に藩の祭りごとの中心であり、つまり現代でいうところの東京にある県庁舎みたいなものです。そこでは先代藩主たちが県職員のごとく毎日働いておりまして、その数は伊達家のような大大名であれば数千人にも及びます。そして藩主というのは江戸の好きなところに住んで上屋敷に出勤していたわけではなく、基本的に住み込みで働いていました。そんな藩主たちの住居、つまり現代の寮みたいな建物はマンションとは異なり平屋です。つまり上屋敷にはそんな武士たちの平屋が所狭しと並んでいたわけです。でそれを考えるとそこまでゆったりというわけでもないことがわかります。さてそんな伊達家の上屋敷ですが、下屋敷として賜った1641年当初は海に面しておりまして、見晴らしは良かったものと思われます。なので伊達家としても僻地、つまりフロンティアな場所にあるけれども、まあ景色はいいからいいなと思っていたかもしれません。
ところがですね、そんな見晴らしの良さは1654年奪われることになります。この年に伊達家の屋敷前に広がる広大な敷地約1万5000坪を甲府藩が下屋敷として賜ることになります。つまり目の前に屋敷が建つということになりますから、伊達家からすれば見晴らしが悪くなるといった感じです。しかも1661年には追加で土地を賜ったため面積が4万5000坪まで増加し、さらに大きな下屋敷ができました。ところがここには少し奇妙な点があります。4万5000坪といえば伊達家の2万5000坪と比較すると倍近い大きさです。ところが土地を賜った甲府藩というのは石高15万石、東北で幅を利かせている仙台藩が62万石ということを考えると4分の1以下。つまりですね、藩の力に対して賜った土地があまりにも大きすぎるというわけなんです。しかも甲府藩の藩主といえば松平綱重という男。現代において彼の名前は仙台藩の初代藩主伊達政宗と比較すれば無名に近いと言ってもいいはずです。そして無名ということは特に後世に残る功績を残していないとも言えるわけなんです。ですからそんな甲府藩が広大な土地を手に入れることができる、これはちょっと不思議なことなんですよね。じゃあこれ一体どういうことでしょうか。実はこの松平綱重、彼自体は確かに無名ですけれども、彼を知らずとも彼の父親を知らぬ者はいないはずです。なぜなら何を隠そう、彼の父親は徳川幕府三代将軍徳川家光、参勤交代の制度を確立した歴史上の超有名人として知らない人はいないはずです。そんな家光の息子が綱重なわけなんですね。そしてまたまた何を隠そう、綱重の兄、彼はですね、江戸幕府4代将軍徳川家綱です。そしてここで注目すべきポイントは、家綱には子供がいなかったということ。つまり家綱の死後、将軍になるのは順当にいけばこの甲府藩藩主松平綱重だったわけです。つまり後の上様になるわけですから、このような巨大な土地を賜るのはある種当然なわけです。これが後の浜離宮庭園となります。そんな甲府藩の下屋敷は後の将軍にふさわしく、当時の技術の粋を集めた最先端、つまりフロンティアな品質の庭園を備えておりまして、その庭園の中でも特に特徴的なのが潮入り式の池でした。通常の庭園の池はですね、基本的に淡水、つまり川などから運んできた水を貯める、あるいは自然の雨に任せて水を集める方式が一般的です。しかし甲府藩下屋敷の潮入り式庭園は海の水を引き込むことにより、一日の間の潮の満ち引きによって池の水位が変化するという特殊なもので、これにより水面に動きが出るため非常に風情が出るという仕掛けでした。ただこの池は海を相手にした工事を必要とするゆえに難易度が非常に高く、お金がかかったわけです。しかしこの仕組みにより未来の上様にふさわしい庭園が完成しました。ところがですね、これは歴史のいたずらとも言うべきか、松平綱重、残念ながら兄の家綱よりも早く35歳の若さで死去したため、五代将軍は綱重の弟綱吉が担うことになりました。綱吉といえば犬久保、つまり生類憐れみの霊でおなじみの、これまた歴史上の超有名人ですよね。でそんな将軍になり損ねた綱重ですけれども、息子がおりまして、名前を松平綱豊と言いました。彼は父親の死後2代目甲府藩藩主として下屋敷を受け継ぐことになります。ところが何の運命のいたずらか、五代将軍綱吉の子供が幼くして亡くなりまして、次期将軍がいない状況に陥ってしまいます。そこで綱吉は自分の兄綱重の息子である松平綱豊を養子に迎え、彼を次期の将軍として指名します。そして綱豊は養子になった際に名前を家信と改め、指名通り綱吉の死後に
6代目将軍となりました。彼はですね、下々の人々の思いを汲み、綱吉の遺言を無視する形で生類憐れみの令を廃止した名君として、現在でも歴史上の有名人として名を馳せています。で、ちなみに彼は就任後3年にして50歳でこの世を去っており、その後息子の家継が5歳という若さで将軍に就任しています。つまりここからわかることは、汐留の地に下屋敷を賜った甲府藩初代藩主松平綱重は、父が将軍、兄が将軍、弟も将軍、そして息子も将軍、孫も将軍でありながら将軍になれなかったある種悲劇の人物とも言えるわけです。さて、そんな綱重の作った潮入り式庭、どうも汐留という地名と関連性がありそうですが、そもそも汐留とはどういう意味でしょうか。それについて知るために訪れる場所がここ、新橋駅からちょっとだけ有楽町方面へと向かった場所です。現在高速道路KK線が通っていますけれども、ちょうどここでカーブしているのがわかると思います。この現在道路となっている場所にはかつて川が流れておりまして、それを埋め立てて作ったのが現在の高速道路です。そしてかつて川のこの付近には海の水の侵入を防ぐ段差、つまり堰が設けられていました。で、これを海の水、つまり潮を止めることから江戸時代には潮止めと呼んでいたんです。で、そこからこの辺りの地域が潮止めと呼ばれるようになりました。で、ちなみにこの潮止めがある川は潮止め川と呼ばれておりまして、ブラタモリ内では潮止め川の一角にあった潮止め橋の跡地を訪れていました。現在では昭和通りが通っておりまして、特に橋の名残はなくなってしまっていますね。しかし汐留の由来は分かったんですけれども、そもそもどうして汐留側には汐留があったんでしょうか。本来川は海につながっているため潮が上がってくるのはある意味当たり前です。そして海に面している川に汐留のような堰があると船が入れなくなってしまうため、江戸のように水運が盛んだった川に堰を設けるということは合理的ではありません。しかし汐留川にはある目的があったため汐留が作られることになりました。その理由について探るために次に向かう場所は汐留から少し離れた霞ヶ関。我が国の中央省庁が集まる行政の中心であり、その一角にはかつて物の大きさを測る指標でもあった霞ヶ関ビルがあります。現在は東京ドーム何個分で測られる物の大きさなんですけれども、東京ドームが完成する1988年より前には、霞ヶ関ビル何倍分という表現が物の大きさを測る指標でした。ちなみに霞ヶ関ビルは東京ドーム 0.4 個分です。こんな知識今は全く使えないので、これこそ完全な雑学ですよね。さて、そんな霞ヶ関ですが、ここに交差点があります。この何の変哲もない交差点の特徴を挙げるとするなら、微妙に傾斜がついているということ。画面奥、つまり西側に向かって若干へこんでいるのがわかります。本当に些細な特徴に見えるんですけれども、実はこれかつてここに池があった名残だったりします。江戸時代にはここに巨大な人工池、つまりため池がありました。そしてこのため池は汐留川へと続いていました。しかしこのため池、人工の池なわけですが、この場所は池を設置する場所としてはあまりいいとは言えません。なぜなら先ほど江戸には土地が少なく海を埋め立てていたとお話ししました。それなのに江戸城の前に池を掘れば、せっかく水辺を埋めて土地を作った意味がなくなってしまいます。にもかかわらず、どうしてこんな場所に池を作ったんでしょうか。実はこの池、非常に重要な目的を持って作られていました。それが飲み水の確保。江戸は徳川家康がやってきた1590年頃には関東の片田舎で人口も限られていました。しかしその後都市の発展に伴い、多くの人々が集まってくるようになりました。しかしその結果、飲み水が不足する事態に陥ります。幕府は飲み水を供給する人工河川、
神田上水を整備しましたが、それでは増加する水需要に追いつかなかったため、ここにため池を作り、それを飲み水として江戸に供給することにしたわけです。そしてその飲み水に海水が混じっては飲めなくなってしまうため、汐留川に汐留を設置していたというわけなんです。そんな江戸にとって欠かせないため池ですが、1650年代に新たな人工河川、玉川上水が完成すると役目を終えることになります。しかしその後も江戸の風景として残されるに至り、町の名所として浮世絵にも登場することになりました。ただ大正時代になると都市化に合わせて埋め立てられ、現在の町へと姿を変えました。今ではそんな池の面影は、この微妙な傾斜と近くの駅名、ため池山王にだけ残されています。さて話は汐留に戻っていきます。上様になれなかった男が作った甲府藩の下屋敷ですが、その息子であった松平綱豊が徳川家信として将軍になったことにより、この下屋敷も徳川家直轄のものとなります。こうしてこの下屋敷は浜御殿と名を改められることになりました。しかしこの浜御殿、江戸城から少し離れているということもあり、将軍となった家信が訪れることはあまりなく、その息子である家継も幼くして亡くなったため、訪れる機会というのはほとんどありませんでした。そして吉宗の時代になると、1724年、火事により焼失するに至ります。この時、将軍があまり来ないということで、庭園を有する別荘としての御殿の歴史は一旦幕を閉じることになりました。しかし時の将軍徳川吉宗は自然豊かな立地を背景として、この場所を新しい施設へと生まれ変わらせることにしました。その施設とは産業研究所。当時はそのような名前がついていたわけではありませんが、ここでは江戸時代の農業や産業における様々な試験や研究が行われていました。例えば玉川上水から水を引きまして、サトウキビや薬草を栽培しました。これにより当時輸入に頼っていたサトウキビの国産化を進め、高価だった砂糖が安価で流通するようになり、薬草に関しては薬の開発にも生かされました。また当時は庶民と全く関わりのなかった将軍の子供たちをここに招き、農業の様子を見せることにより民百姓の苦労を分からせる教育の場としても活躍することになります。そして平和な時代に徐々に武士の精神が薄れていったことを危惧していた吉宗は、ここに鍛冶場を設け、刀剣を製造させ、武器の開発や伝承を行っていました。また特権階級としてのたしなみ、鷹狩りを再び行い、武士としての精神を磨きました。つまりこの浜御殿は様々な試みが行われる江戸時代のシリコンバレーとも呼ぶべき存在でありまして、それはまさに最先端フロンティアだったわけです。そんな様々な取り組みが行われた浜御殿でも注目すべきもの、それは象の飼育です。1728年、当時日本にいなかった象を吉宗が見たいと言いました。それを聞きつけた中国人商人はベトナムから白い象を輸入、吉宗に献上します。しかし象のような珍しいものも数回見れば飽きるというもの。最初は喜んだ吉宗も象に興味を示さなくなりました。そこで幕府は民間に放出すべく引き取り手を探しましたが、得体の知れない生き物のもらい手は一向に見つからず、それから約12年間やむなく浜御殿で飼うことになりました。ただその間、年間200両というかなりの飼育費にプラスして、象が暴れて役人が死亡する事故なども起きておりまして、質素倹約を旨としていた吉宗の時代の幕府にとっては大きな負担となりました。そんな厄介な象の飼育費負担を軽くしようとしたのか、幕府はかなり奇妙な行動に出たりもしました。それが象の糞を薬と謳って販売するというもの。日本はですね、今もそうですが、昔から健康ブームが存在しておりまして、江戸時代でも人々は健康にいいものを探し求めていました。
そのため当時から健康食品的なものがかなりの売れ行きを記録していました。なので幕府もですね、詳細のあった農民と協力しまして、象の糞を焼いて丸めたものを象ホラという名前で販売することにしました。そして面白いことに、この時象ホラの販売を主導したのが大岡越前。大岡越前といえば近代でも幾度となくドラマになるような超有名人。江戸時代でもですね、知名度と人気を誇っていました。そんな彼が象の糞の販売に尽力していたというのは何とも滑稽な気がします。しかしですね、この象ホラ、実際の効能は分かりませんが、象はですね、草食動物で糞も特に匂いがないと言われています。それを焼いて丸めたものであれば、まあ食べれなくもなかったのではないかと思われます。実際現在でも東アフリカでは象の糞をよく乾燥させて煮出すサバンナティーと呼ばれるお茶が流通していたり、タイで製造される世界最高級コーヒーの一つであるブラックアイボリーコーヒーは象にコーヒーの実を食べさせて、その糞から消化プロセスを経て変質した豆を回収するというユニークな手法で作られておりまして、このコーヒーは1キロ2000ドルほどの価格で取引されているようなので、まあ象ホラも意外といいのかもしれません。なお吉宗に贈られた象はその後1741年に現在の中野に住んでいた農民に引き取られ、余生を送りました。でちなみに中野は5代将軍綱吉の時代には生類憐れみの令に従って犬を飼育する犬屋敷が一帯に広がっていたので、何かしら動物とゆかりのある土地のようです。さて浜御殿ですが、吉宗の時代が過ぎ11代将軍家斉の時代になると、再び本来の庭園の姿を取り戻すことになります。家斉は徳川幕府最長の50年にわたり将軍を務めていましたが、その大半の時間を自分の快楽のために費やした人間として知られています。彼は贅沢と遊びほうけるのが大好きで、宴、現在でいうところのパーティーを頻繁に開催していました。でそんな家斉の意向により、塩入り式の珍しい池を持つ浜御殿も研究施設から庭園へと改造を施されることになります。そしてそれが現在残る浜離宮庭園の姿です。ブラタモリ内でも説明があったように、彼はここに幾度となく訪れ、朝から晩まで宴に興じる日々を送っていました。これはですね、家信などの将軍が遠いので浜御殿をあまり訪れなかったことを考えると、いかに時間を持て余していたかわかると思います。そんな家斉の贅沢の結果、幕府は崩壊へと向かっていくことになります。彼はですね、幕府の終わりの始まりを作った男、つまりこの場所は幕府終焉のフロンティアとも言えるわけです。さてそんな始まりの後、時代は明治へと移ることになります。浜御殿は徳川家から皇室の所有へと変わり、汐留一帯も政府が管理することとなります。そんな時代の波が押し寄せる1872年、ここで新しいフロンティアが誕生します。それが鉄道。教科書にも載っているように、1872年に汐留の一角に作られた新橋駅と横浜間を結ぶ日本初の鉄道が開業しました。岡蒸気と呼ばれるイギリス製機関車が引っ張るこの列車は、新橋横浜間を52分で走破しました。これは当時徒歩であれば1日がかりだった人々にとっては驚異的で、現在でも同じ区間が30分から40分ほどかかることを考えると非常に早いと言えます。これを皮切りにですね、日本では鉄道が急速に発達することとなりました。ちなみにですね、日本で鉄道が急速に発達した原因は実は江戸幕府にありました。江戸時代、幕府は各地域の発展を目的とした街道の整備を行っています。しかしその街道は人の行き来はできるものの、正直広さはあまりなく、動物を使った馬車や牛車などが通るにはいささか不便でした。しかしそれもそのはず、幕府は謀反を起こした藩が
軍勢を連れて日本各地を移動できないようにわざと道を狭くしていたわけです。そのため国内では基本的に馬車なども禁止されており、それゆえ江戸時代の絵には馬車が描かれることがまずないわけです。しかし明治時代になると人や物を運ぶための馬車も解禁されることになります。しかし各地域を結ぶ街道は整備途上で、江戸時代同様狭いままでした。政府としては各地域の経済発展のために物流網の整備を急ぎましたが、その時ヨーロッパで普及していた鉄道に目をつけました。鉄道は整備には苦労があるものの、一度通してしまえば馬車などとは比べ物にならない輸送力を発揮できます。そのため政府は街道の整備よりも先に鉄道の普及を優先させることにしました。この結果、明治期には現在も使われる主要な鉄道網が構築され、日本は鉄道大国として名を馳せることになったわけです。しかし鉄道網の整備を優先させた結果、鉄道は全国に張り巡らされたわけですが、後に道路網が整備されると鉄道ほどの輸送力を必要としない地域の鉄道はコストの安い自動車にとって代わられ、結果として鉄道が衰退することになったわけです。さてそんな鉄道の発祥の地、新橋駅、再開発されたエリアの一角には当時の駅舎が復元されています。非常に重厚であり高級感あふれる外装は、当時の鉄道にかける期待が大きかったことがうかがえます。ところでこの新橋駅、なぜ汐留ではなく新橋という駅名なんでしょうか。橋の名前のようですが、新橋なんて橋この辺で見たことがありません。一体この新橋とは何なんでしょうか。その答えは観光客で賑わう銀座の近くにあります。ここはだいたい銀座8丁目付近、見えるのはおもちゃ屋さんでおなじみの博品館です。そんな博品館の前を通る通りは現在中央通りと呼ばれていますが、歴史的にはもう一つの名前で有名です。それが東海道。この道は日本橋から伸びる五街道の一つとして、日本では知らない人はいない超有名な道です。そしてですね、この道はここで汐留川を越えることとなりまして、そこには橋が架けられていました。そう、その橋こそ新橋というわけです。そしてこの新橋にちなみ、この辺り一帯は新橋と呼ばれることになります。ちなみにブラタモリでも紹介があったように、現在でも橋があった頃の遺構が一部残されており、1925年に作られた橋の親柱を見ることができます。この作りを見るに非常に重厚な橋であったことが伺えます。そんな新橋の名を冠した駅が開業した明治時代以降、基本的にこの辺りは汐留ではなく新橋と呼ばれています。そのため実は汐留という住所は現在存在しません。つまり汐留とは過去の地名なわけです。しかし現在もこの辺りが汐留とも呼ばれている理由、実は新橋駅が経験する後の歴史が関わってきます。新橋駅はしばらくの間上野駅と並び、東京の玄関口として長らく機能することになります。その期間はおよそ40年、かなり長い間東京を代表する駅として活躍していました。しかし時代が変わり、大正時代、1914年、長きにわたった玄関口としての役割を終える時が来ます。その理由は東京駅の開業。現在東京、そして日本の中心駅として機能する東京駅ですが、意外と鉄道が日本に登場してから半世紀近くが経ってからの産物なわけなんです。しかしそんな新しい駅が一躍東京の玄関口として機能すると、新橋駅はその立地の関係上使えなくなってしまいます。なぜならかつての新橋駅は東京駅まで伸びる路線の線上からずれた位置にあります。そのため東京駅までの中間駅としては使えないのです。この対応のため新橋駅は線上に移動することになります。これが現在の新橋駅なわけです。なお移動とは言いましたが、もともとここには烏森駅という駅があったので、この既存の駅を新橋
と名乗らせる形で移転を完了しています。こうして初代新橋駅は鉄道の発祥の地であり、東京の玄関口という華々しい地位から突然名前を剥奪されることになり、お客さんを乗せる旅客列車も来なくなる集落ぶりを見せることになります。しかし初代新橋駅は新しい道を歩むことになります。この駅は東京駅開業後名前を剥奪されましたが、代わりに汐留駅という名前を得ることになります。そう、かつてのここの地名です。そして汐留駅はお客さんを乗せる旅客列車が来なくなった代わりに貨物列車専用の駅として再出発することとなりました。で、大正から昭和初期にかけての日本は富国強兵、脱亜入欧の精神のもと政府主導の経済発展が進んでおり、その中心地である東京と日本各地を結ぶ鉄道貨物の需要は増加の一途をたどっていました。その中で汐留駅は西に向けた貨物輸送の玄関口として大きな地位を占めることになります。つまり貨物輸送の最先端となりました。そう、フロンティアなわけですね。この傾向はですね、太平洋戦争を挟んだ戦後にも続いており、汐留駅は東京を代表する物流拠点としてその名を日本経済に轟かせることとなりました。ところが1960年代に入ると経済の成長が汐留駅のキャパシティを上回ってしまいます。つまり汐留駅では貨物の取り扱いが間に合わないほど日本経済が大きくなっていったのです。この結果、国鉄は新たなる物流拠点の開発を発表。1972年、汐留の南側品川区に東京貨物ターミナル駅が完成します。これにより旧式化した汐留駅は貨物の取扱量を徐々に減らし、主役を東京貨物ターミナル駅に譲ることとなりました。まるで1914年の東京駅開業の時と同じようにです。そして1986年、鉄道の歴史とともに歩んできた114年の人生に幕を閉じることになります。広大な敷地に敷かれた線路は撤去され、すべての思い出が記憶の中にのみ残されることとなりました。その後しばらくここは東京都心にある広大な空き地としてしばらく放置されます。しかし10年ほどが経った1995年、この場所の再開発が開始されました。で、10年の空白期間があった理由は、閉鎖された1986年はバブル期であったため、土地の値段が急速に上昇しており売買が難航したことと、その後バブル崩壊に伴い混乱が生じたことが挙げられます。で、そのため都心の一等地にまるで江戸時代初期のような原風景、何もない土地がしばらくここには存在していたわけです。しかしそんな場所も2004年、現在の東京の名所として多くの観光客が訪れ、同時に多くの企業の本社が軒を連ねる汐留塩サイトとしてオープンします。本来この場所の住所は東新橋であり、先ほど言ったように汐留という土地は現在存在しませんが、かつての汐留駅の跡地ということで汐留の名を冠することになりました。こうして存在しない地名汐留は今日もこの地に残っているというわけです。さて、汐留の歴史の紹介はここまでという感じなんですけれども、ブラタモリではこの後もう一つ話題がありましたので、そちらにも触れておきたいと思います。汐留駅として活躍していた時代、1972年から東京貨物ターミナル駅に主役を奪われるわけなんですけれども、しばらくの間この2つの駅間は専用の線路を通して結ばれていました。その線路は大井ふ頭にある東京貨物ターミナルと汐留駅を結ぶことから大汐線と呼ばれ、鉄道好きの方にとっては結構知られた存在です。しかし1986年の汐留駅廃止に伴い、大汐線が使用される頻度は減り、1998年には旧汐路線となります。しかし廃止ではなく、
休止の判断であったため、その路線はその後も残されたまま、今でも都心を貫く休止線を見ることができ、非常に哀愁漂う感じがします。ところが2023年、この寂れた休止線が突如脚光を浴びることになります。現在観光立国を目指して邁進中の日本ですが、その成果はかなりのもので、東京では銀座線などに乗れば必ず1両に1組は外国人観光客がいるレベルです。しかしそんな人たちにとっての東京の玄関口である羽田空港は一つ問題を抱えています。羽田空港は印象としては東京の都心にある空港といった感じですが、実際には東京駅や新宿駅などの主要な観光地からは16キロほど離れています。そのため羽田空港から東京駅や新宿駅に鉄道を利用して向かうには、東京駅でだいたい25分から30分ほどの時間がかかり、新宿に至っては4、50分とかなりの時間を要します。しかもその間には乗り換えもあり、これは鉄道が世界一複雑と言われる東京に初めてやってきた人にはかなり難易度が高いものだったりします。そのため JR はその問題を解決するため、羽田空港から東京の主要観光地に直接行ける鉄道路線を計画します。そしてその根幹を担う線路として休止中の大潮線を利用しようとしています。ちょうど大潮線は東京都心から羽田空港方面へ伸びているため、これを上野東京ラインと直通させることにより、東京駅や上野など東京を代表する観光地に乗り換えなしで20分ほどで行けるようにする計画です。また新宿、渋谷方面にも東京貨物ターミナルから路線を伸ばして埼京線などに接続、20分ほどで行けるようになるということです。で、東京方面の完成は2031年と先ではありますが、観光立国としての最先端、つまりフロンティアとしてこの汐留付近はまだまだ注目を集めていきそうです。ということで、東京限定雑学ブラタモリの後追いをしてきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。